パールです。チェロです。バーチェロです。はい、ということでジョジョピタやっていきましょう。いきましょうかね。今回はね、まあ、500万点いくメンバーいないですかっていうちょっとコメントをいただいてて、うんうん、いろいろ試したよね。うん、ほんといない。いや、壁は高いよ、500万点。今回ね、やっぱボックスがかなりだるいよね。ボックスを、もうね。いや、だからね、四太郎の強さをね、改めて実感したよ。ああ、そうですね。やっぱ強えな、四太郎って思って。四太郎だと500万点は、まあ、悠々に超えれるからさ。うん。やっぱね、四太郎いなくてやるっていうのがどれだけ大変なことなのかというのはね、ちょっと改めて実感しましたね。なるほど。なんで今、ね、ちょっとガシャ来てるんで、持ってない人はね、まあ、ゲットできたらいいなと、本当心の底から祈っております。そうですね。はい。で、今回、まあ、ボーナスキャラがね、まあ、いろいろいるんだけど、うん、この中からね、ちょっと、まあ、ディアボロはちょっと限定だからいないかなと思って。ああ、そっか。だからまあ、ね、どれにしようかなって思ったんやけど、うん、今回ね、イルーゾ。ちょっとピックいたしましたと。大好きなペッシュを差し置いて。いやー、そうなんよね。やっぱね、ペッシュはちょっと厳しかった厳しかったよ、さすがに。うん、で、相方は、うん、シーザーですね、うん、ノーマルシーザーかな、うんうん、で、シールはね、こんな感じ。結構ね、緑に押してる感じかな。いっぱいありますね、シール。うんうん、まあちょっとね、レベルは低いものの、うん、限界突破を結構してるから、うんうん、シールのコストが110ぐらいあるんよね。あ、なるほどね。だからまあちょっと貼りやすいっていうのはあるんだけど、うん、でね、イルードがね、3突したんで、うんうん、イルード専用シールをいただいてるんですよ。わー、いいなー。これが、サイズ5以上のパネルができた時に、まあ、激化にしてくれるよと。ただ1回しか使えないと。でもそれもハードル高いって。そうそうそう。でね、レベルはイルーゾが48の、うん、シーザーが46。あ、50いってないんだ。そうそう、まあ、なんかあんまりこう上げすぎるとさ、そんだけ上げればそれはいけるでしょってなるから、うんうん、あー、そうね。まあ、シールも結構貼らしてもらってるんだけどね、うん、で、スキルレベルがお互い4ずつというところで、うん、今回やってますと。はい。じゃあね、これを貼っていきましょうかね。いきましょうかね。はい。これね、まずね、普通にこうパネルを作っていかないといけないんだよね。うんうん。こういう感じで、ちょっとまあ見た感じ遅いかもしれんけど、ちょっとボックスを作ることをちょっと優先的にね。ああ。ジェイルパネルを消して、いく感じかな。うんうん、おお、順調ですね。ジェイルさえ壊せればね。そう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 。怖くないですよ。ここでシーザー使うと。なるほど。お邪魔を消しつつ。うんうん。で、ボックスもできるから、おで、なるべく ね、こうボックスは残しておきたいんよね。あー、ギリギリまでね。そう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 。ただね、そうそう、こうやってね、うんうん、残しておきたいんだけど、ボックス残しておくとお邪魔で上書きされて消える時があるから。そう、あるある。その時本当無念って感じそれだけ。いや、もう無念って気持ちになるいや、でもね、イルーゾね、私も可能性感じてたんですよ。ここちょっとね、もうドキドキしちゃったよね。すごいよ、間に合った間に合った。うん、いや、気持ちがいい。で、この1回だけは激化にしてくれるから、うんうん、ダメージが270万。いや、すごいよね、このダメージ。うん、ずっと続いてほしいよね。こうボックスをね、こう残しとこうって思って、有事の際のためにね。うんうん、あ、そうね。うん、あ、来たよ。お、危なっちな。これね、ちょっとミスったよね。もう1個左消しときは2つ消せれてたから。あー、まあまあ、でもね。慌ててたらね、うん、そんな気が回らないですよ。まあまあまあね。ボックスを大事にしておいて。そうね、育てたいよね。やっぱね、こう2回目 のお邪魔を出させる前にスタンドアップに行かせるっていうのは結構重要かな。ああ、そっか、ギリギリで出たりするからね。そう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 。で、シーザーでね。お、これはもう行けましたよ。行きました。もうね、本当ね、神様のいたずらないけどねなぜ右側にこんなに集まるかっていうね。本当ね、危ない危ない。おー、間に合いましたね。あとこの繰り返しなんだけどね、なかなかこれがね、難しいよ。そうね。でも2人ともスキルレベル5じゃないからね。まあまあ4ですね。うん、まあ、それでもね、それなりに回転良かったよ。うんうん。いや、結構溜まってましたね、スキルが。そうだね、シーザーが結構早いんよね。あー、シーザーもね、
このシャボンで移動できるのが本当に大きいよね。そう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 、ボイスよりね使いやすいね、やっぱ普通のシーザーの方が、うんうん、いやそうでしょう、うん、危ないよ、まあ、ここはもうだってあと 40-50万点でいいっていうところだから気持ちは安定しますよ。なんかちょっと余裕を感じますよね、うん、よし来た。今日ね迷ったねイルーズを使うべきなのか否かっていうね使わんでもいいんじゃねえかなって思ったけど気持ちね、まあ気持ちね、うん、あるから、まあ、こんな感じですよ。いや結構ね、まあ、最初の激化、うんうんうん、激化アタックがすごかったですね。そうね、やっぱでもあれがないと辛いかもしれないね、もしかしたら。あーそっか、うん、っていう感じですね。うんうん、でも結構6パネ作れましたね、うんうん、そうですね。ということでどうだったですかね。どうだったでしょうか。まあ、ちょっと激画パネル使ったりとか、うん、スキルレベルが高いとかね、シールが110コストでできてるとか、うんうん、まあ、ちょっといろいろねチートなとこはあったんだけど、うん、まあ、まあ500万台以下でも今より少しね、もし持ってたら点数が上がるヒントに少しでもね、うんうん、まあ、なればいいかなと思って今回動画作ってみました。そうですね、気持ちよかったですね。うん、本当はねもうちょっとね最近始めたばっかりの人でもって思ったんやけど、うん、やっぱね最近始めた人で500万点いくのは無理です。ちょっときついですね。やっぱね四太郎いないときつい。四太郎いたらね、うん、割りかしハードルは下がると思うけど、うんうん、ちょっとね、ボイス四太郎ね、うん、リゾットとか四太郎がいない状態で超えていくっていうのは、まあ、すごく難しいんだなっていうのを今回改めて実感したし、うん、まあ、そのためにもね、まあ、ちょっと強いキャラゲットしてスコア大点数取ろうという感じでね、うん、頑張っていただけたらいいかなと思います。そうですね、はい、では今日はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。